最初にジェンのリミです。今回はリミの机をきれいにしたいと思います。はい、もう年末なのでね、お掃除をね簡単にでもしておきたいなということで、パパのもあんだよこれ。パパ持ってった。これリミじゃない。あ、そっか。じゃあそういうのはこっちに出してください。これはリミ。あ、そうだね。はい、ちょっとねリミちゃんの部屋はねベランダにつながってるということで、多少ねリミが手に持ってるのも、あ、そう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 、リミが手に持ってるのも布団押さえるやつ、洗濯干したりした時とかに使ってあるものがたまにリミの部屋に置いちゃったままになってるというね。ちょうだい。でトイレットペーパーがあるのは白ころをねたまにベランダで遊ばせるんですけど、その時にちょっとね台の方しちゃったりした時にトイレットペーパーで処理をしてるので、リミちゃんのね部屋にねちょっといろいろ置いちゃってるっていう部分もあるんですけどね。ベランダグッズは、はい、ということで、じゃあリミちゃんのじゃないやつはちょっとこっちに出してきてもらって掃除しよっか。あ、これねしーちゃんが一昨年ぐらいかな使ったハロウィンですね。これクレアーズかなんかで買ったやつで、最近はさ学校でさハロウィンさみんななんか手作りで衣装を作ったりしてるから使わないみたいなんだけど、もしかしたらね来年ハロウィンパーティーしてなんか衣装持ってきてっていう時があるかもしれないから、その時のために取っとくんでしょレミちゃん。お、かわいいよねこれね、しっかりしてる、かわいいかわいいはい、じゃあちょっと掃除しなくちゃ。リミそれ脱いでそれも片付けるんだからねじゃないよ、近く来たのに試しに来ただけでしょ、もうハロウィンじゃないから今ね。見て、え、クマさんがハロウィンの帽子をかぶっております。かぶっております。はい。はい。じゃあリミちゃんがお掃除をするだけの動画になりますけどね。頑張ってください。ママも一緒に。うん。何それ？これ使おうかな。何に使うの？映ってないけど。何に使うのそれ？何使おうかな。何に使うんですか？剣作る。剣作るの？まあ取っといたら。結構しっかりしたやつだよね。なんかここにあった。うん。そこまでね、いつもよりかは散らかってないよね。リミ。いつもよりかは。何よりかは、ね。だってあんま上使ってないからでしょ。ね。なんでポジションがここにいるの？ん？お、大丈夫？ポジションなんか出てる。本当？飛び出してきた？怒ってたからパパが拭いてくれた。うん。
それどうすんの？それクリスマスのケーキの箱なんだよね。どれが可愛いの？ちょっと見せてください、ケーキの箱。可愛くない？なるほど。これ取っとくの？うん取っとくの？本当に使う？どうなの？うわ、なるほどね。どこに飾っとくんですか、お姉さん。できた。早っ。マジ？下も綺麗？壊れてた。あら。それな、大切なものだったの？あら。の、治ったじゃん。ここについてたやつないと思ったらあっちにあった。そうそうそう、あっちにかけ直しちゃった。前、しょうちゃんがやってくれたやつ。はい、じゃあね、綺麗になったかな。ちょっと見ていいですか、うん、まあこの辺はね、特に変わったこともなく、こんな感じで、この辺とか、こういう感じで、これはね、前ね、しおちゃんがやってくれたとこですね、うん、なんかすごい、あ、そうそう、これね、IKEA のね、これ、お絵描きしてないの？しなくちゃね。しなくちゃ。うん。で、こう筆箱がちょっとある感じで。今しよっかな。そうだね。で、こっち側は、まあここいじってないかな。この棚はね。うん。あ、まあ変わってないですけど。はい、全体的に見るとこんな感じ。うん、
さ、うん、出すときってどうするの？それもう袋破るしかないかな。で、好きな色、いろんな色が入ってるから、いろんな色、好きな色取れるってことでしょ、うん、ね。で、これをリミが描いた絵をこの額に入れてお部屋に飾ろうかなと思ってたんだけどね、なかなか時間が取れなくて。それやるの、うん、じゃあリミちゃんちょっと最後こっち見て。はい、というわけで、はい、今回はリミちゃんのね、リミちゃんあるわ。え、何急に、どうしたどうした、アルファンタになってる。ちょっと意味じゃなくなってるこれ。なんで反対、これで意味だね。あ、クマちゃん元気ですか？今冬眠中なの。冬眠中なの？冬眠すんの？冬眠すんの。そうなのか。はい。まあお掃除ですね。年末のお掃除で机の上をねちょっと散らかってたのをお片付けして、まあ部屋はねそんなに汚れてなかったんですけど、まあ、掃除機かけたりね、自分でね、綺麗にしたね、うん。これで年越せますね。越せますね。じゃあバイバイしてください。それではバイバーイ。バイバーイ。今からお絵かきですか？そうです。何描こうかな。ね。人じゃないのがいい。うん。Thank you.